と福祉の方に興味があって、あの仕事の方を考えていた時に、まあ、最初は障害者の方々とかの支援をしたいと考えてたんですけれども、その中で、まあ、デイサービスっていう仕事があるということを知って、まあ、高齢者の方々への支援っていうのは、まあ、施設に入ってる方への、支援が中心かなというふうに思ってたんですけれども、まあ、住み慣れた自宅で生活しながら、通いながら、支援をするっていうデイサービスがあるっていうことに、まあ、興味があってこちらに応募することにしました。まあ、祖母とかもやっぱり自宅で、はい、家族が介護していたので、はい、まあ、その家族の大変さも知っていたので、まあ、こういったことがところがあるっていうのは魅力的だなというふうに思いました。今年の3月で8年になるんですけど、まあ、私より長い職員もたくさんおりますし、そうですね、だから5年以上とか長いスタッフが多いので、まあ、本当に利用者さんも安心して来ていただけるかなと思います。灘区の方からお願いされて、まあ、見回りですね、まあ、ちょっと不審者対策として、まあ、こちらの送迎車とか自転車が定期的に回っているので、まあ、そこにステッカーを貼って、地域ぐるぐるパトロールっていうのがあるんですけれども、まあ、それにご協力お願いできますかということで、まあ、それで貼ってたんですけれども、まあ、それで、まあ、それが長年なるのでということで表彰状をいただいたんですけれども、まあ、利用者様と家族様とでケアマネージャーさんとかで、まあ、定期的に話し合いを持って、今の状態とかお伺いするんですけども、その時に、まあ、デイサービスがすごく楽しいと、行くようになってからは本当に元気になったと家族さんも喜んでくださって、ご本人も喜んでくださって、ケアマネージャーさんも、あ、じゃあ長野さんに行ってよかったですねっていうふうに言っていただけることがすごく嬉しいし、励みになりますね。気づくことは大切だと思いますね。利用者さんのちょっとした変化とか、そういったことに早く気づいてで対応できることが大事かなと思うので、まあ、その観察力とか、ちょっとまあ人が好きっていうか、ね、人と接することが好きで、最初の頃はやっぱりしんどかったですね。自分は向いてるのかなと思って、やっぱ最初の1年がやっぱり一番の節目だったかなと思いますね。でも周り の職員の人から、まあ、ちょっと温かい言葉をかけてくれたりとかサポートしてくれて、まあ、もうちょっと頑張れるかなというふうに思いながら、ね、ここの灘の湯に来たいといてくださっている利用者さんがいるから、まあ、私も続けられています。諦めたらそこで終わりとか必ずいいことあるとか、やっぱり、ね、仕事しててうまくいかないなとか、まあ、落ち込むようなこともたくさんあるんですけれども、まあ、でもあまり悲観的に考えすぎずに、まあ、楽観的にといいますか、まあ、なんとかなるというか、まあ、まあ、頑張ればうまくいくというふうな思いで努めるようにしてます。まあ、やっぱりその人その人にしっかり寄り添って、その人が本当に何を求めてるかっていうのを、まあ、こちらが感じ取ってですね、でそれをまあ実践していくっていうことが大事かなと思います。